演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、こちら中村商店さんというお店の和菓子詰め合わせを食べたいと思います。はい、まずこちらにちょっと待って、3種類の大福が2個ずつ、ここにわらび餅、お団子、そしてこれも大福なんですね。なんか食べやすいように配慮された円形の大福らしいです。こういうの初めて見ますね。これは初めて、ここにしか見ません。そしておはぎ、どれも美味しそうですね。和菓子を心ゆくまで堪能できそうです。ではのおはぎからいただきます。まずはシンプルなあんこから。ではあんこの中身はこんな感じですね。これでおー、綺麗な味に包まれてますね。あ、ちなみにこれ冷凍なんですけど、解凍、すでに解凍してあります。さらに冷凍する時間を全部取ってるわけにはいきませんからね。ではいただきます。あっさりおはぎ、プルプルわらび餅、そしてもっちりお団子、どれも美味しい。最初に食べたおはぎは外側の小豆も黒ごまもふっくらも香ばしく、そして中に入っているもち米も程よい弾力があってとっても美味しかったです。あんなおはぎ食べたことなかったかもしれませんと思うぐらい美味しかったですね。2つ目のわらび餅も三角形で、いわゆるスーパーとかで売ってるような小さなプルプルとしたわらび餅とは全然違って、しかしむにゅっとした弾力があって、なんかむにゅっていう言い方ちょっと悪かったかな。今までのわらび餅とはまた違いましたね。あふれんばかりのきな粉が入っていて、きな粉もたっぷり堪能できますが、ちょっと入れすぎなのではと思う理解部分もあったので、ちょっとそこだけ残念ですね。あれ開けたら確実に飛び散りますよねっていうぐらい入ってたので。そしてお団子2色のお団子、1つのみたらしだれはみたらしだれの甘辛さが程よく、黒ごまペーストの方も黒ごまがしっかり香ばしくて美味しかったです。もっと食べたいな、あのお団子って思えるぐらい思えるお団子にしたい。では続きまして、こちらの大福たち、まずはなんかこのお店の方中では大きい方らしいですが、大福ってこのぐらいの大きさあるような。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらが大福らしいですね。この大福たちも食べていきたいと思います。いただきます。さっぱりとした甘さのあんこたっぷり味わえるのもいいですね。これは細長い方も丸い方もどっち、お餅は同じも あんこは同じですね。ただ食べやすいといえば当然細長い方です。反対にちょっとがっつりいきたいなというときは丸の方ですね。で、それぞれの味についてですが、まずそれぞれの白い餅で包まれたシンプルな方は、スティックタイプの方はこしあんで中に入っている。こしあんの方さっぱりとした甘さが口の中に広がってきましたね。一方、丸い方は豆大福で中に入っている豆のバリバリとした、いや、バリバリってほどでもないかような食感がしっかり感じられて、おしあんとはまた違った美味しさがありました。自分は豆大福の方が好きでした。で、草餅はそれなりに同じくそういう外側のお餅よもぎがしっかり入っていて味の変化があって美味しかったです。そして丸い方だけにあったちょっと茶色いやつ、あれはどうやら香ばし醤油のようですね。いわゆる口に出しまにちょっとお醤油の香ばしい香りがあって中に豆が入っていて、白いものとはまた違った美味しさがありました。香ばし醤油の方がちょっと香りも良くて自分は好きですね。というわけで今回のこの和菓子の詰め合わせで自分が一番お気に入りだと思ったのは、やっぱり最初のおはぎでこちらの点数とさせていただきます。やっぱり最初に食べるとどうしても高得点つけちゃうのかな。でもあんこもごまもしっかりとした風味があってとっても美味しかったです。続きましては
ちょっと読んでないんですけど、僅差で先ほど言った焦がし醤油大福、続きあれも美味しかったです。そして同率で黒ごまペーストのお団子、こちらもこのペーストでございます。もちろん他も全て美味しいんですよね。というわけで和菓子の組み合わせとっても美味しかったです。それで小ぞ今年サラリーマンはな頑張るぞ、何を頑張るんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけると、動画を他の動画も見ていただけると嬉しいです。演武永遠。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。